皆さんこんにちは。非常に近いです。今日は私の iPhone でやっている動画の編集をお見せしたいと思います。全然本当にね、私の動画の編集なんて大したことないんですけど、結構皆さんに褒めてもらえることが多くなってきまして、とても嬉しいです。で、最初はね、どうしよう、こんなの私のあげてもなと思ったんですけど、結構いろんな人にどうやって作ってるのか見せてって言ってくださる、言ってもらえることが多いから、まあいっかと思って載っけてみます。私はですね、早速今日はですね、なんで近いかっていうと、これを動画をこういう風に反転させて、そこで携帯をいじくろうと思うんですね。ちょっとごめんなさいね、こんな原始的な言い方で。私は全然機械に詳しくないし、私のやってるやり方が全然こう正しいのかもわかんないんですよ。もしかしたらすごい、めんどくさいやり方でやっちゃってるかもしれないし、とりあえず私はですね、このインショット、携帯ちょっとバキバキでもいいかな、インショット、もう私の顔うざいわ、こうしよう、はい、インショットっていうやつを使ってます。それのね、このね、ビデオっていうのをね、欲しいんですね。そうすると今作ってるビデオのやつが出てきます。だから私は、どれを作っていこうかな。ドレスのやつを先にアップしなきゃいけないから、ドレスのやつ作っていこうかな。こんな感じで今作ってますね。押すとこんな感じ。じゃあ、おはようございます。カリアナツミです。キリちゃんです。今日はですね。って感じで今作ってるんですけど、これがバーっとまあこんな感じであります。まあだいたい作れてるんですが、この辺ほら何も文字とかなくなりますよね。今音楽だけがついてる状態です。でここら辺のこれを使って編集をしていくんですけど、音楽はこの音楽の音符の部分を押すと、で曲っていう風に言うと、ここから曲が選べるんですね。例えばこれだったらいい感じですよね。こういう楽しい曲とか、こういうのが選べて、それをポンって押すと、今こういう風に、お気に入りです、これはね超高かった、これはエメですね。こんな感じでこう音が流れるようになります。でこれを編集したい時は、ここでまたボリュームがこう編集できたりっていう風になってますね。いらない部分をね省くのがね、お気に入りです。なんか私なんて特に喋るのが遅いんで、あれなんです、いらない部分を省かないと見ててこうつまらないというか。そして見ていて楽しくさせるポイントの一つとして、もう一つ効果音というものがありますよね。このアプリの中ではエフェクトという場所から選ぶんですけれども、音楽、音符のマークの音楽を押してエフェクトを選ぶと、そこにたくさんの効果音が入ってます。最初にどんな効果音が入っているのかをいろいろと見て知っておいてから使うと、言葉のニュアンスとかに合ったものを選べるようになるかなと思います。こういう時に文字を入れるかどうかはまだ私もなんか悩むんですよ。よく大事なことだけ書いて全部書かない方がいいんだなって最近なんとなくね。なんか暗いですね、これ暗いか、ちょっとフィルター調整、明るさを明るくしておきます。はい、いかがでしょうか。こんな感じで私はやっております。私はですね、大好きな YouTuber の千秋さんという方がいるんですけど、その人の動画を見て、あ、この人みたいな素敵な動画を作ってバイオリニストという職業をお知らせできたらなと思ったので、その人の動画を見てこう楽しく勉強してます。あ、ここでこうやって動画を区切ると見やすいんだとか、効果音とか言葉の適切な場所での入れ方とかをちょっと楽しくこう見て学ぶようにしています。なんか難しいですよね。なんか自分のこう予算も出しつつ、でもちゃんと伝えたいことも伝えてコンパクトにまとめるっていうのは本当に難しいので、私も全然まだまだなんですけれども、これからも頑張って作っていきたいなっていうふうに思っています。いつも編集中はこのワンコちゃんたちが本当に可愛く寄り添ってくれててですね、もうそれが嬉しくて編集も頑張っております。
はい、というわけで私の、この動画編集の動画いかがでしたでしょうか。皆様にですね、少しでもなんか分かりやすく見ていただけたらいいなと思いました。私も最初とても手探りでこう自分でポチ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 やりながらやっていたのですが、やっぱりこうやってみるのが一番ですよね。まずはとにかくいっぱい数をこなして作ってみると、なんとなくできたいことが、やりたいことができるようになってくると思います。最後までこんなおぼつかない言葉とかいろいろあれでしたが、見てくださり本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。また見てください。ちょっといいねと思ってくださった方、いいねをしてくださったら嬉しいです。チャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではこのかわいいかわいいワンちゃんたちの動画で癒されて終わりたいと思います。ありがとうございました。Can you stay?